れ様です。10月29日、朝4時のコイン月光になります。実はですね、今回ビットコインがぐーっと上昇していった、まあそんなね影にですね、まあ日本の衆院選の影響があるんではないかなというふうに言う話もあるわけですよ。まあこれ直接の関わりは確かめようがないんで不明です。暗号通貨の価格っていうのはね、何も私たち日本人の都合で動いてるわけではありません。世界中の需要と供給は都合が合わさって動いてますからね。まあしかしですね、まあ今回の衆院選で議席を伸ばした一部の政党ね、あそこですよね、あの政党は暗号通貨に関する税制改正を掲げていたのは確かなんですよ。で、暗号通貨利益の課税率を現行の最大 55% から 20% に引き下げることを、まあ、提起していたわけですよね。で、暗号通貨同士の交換時には非課税とする案も盛り込んでいたわけですよ。いや、まさに私たちが理想とする形じゃないですか。というよりも、もともとこのビットコインをはじめとする暗号通貨ってお金という概念がなかったんで課税されないというところが魅力だったんですけども、いつの間にか課税されるように訴求適用されたりとかね、それからその課税率が一気にこうね高くなって強引に決まったりとかして、何だったんだろうとか思いましたね。はい、まあ、そんなぼやきを背景に今日もコインゲッコ見ていきましょう。まずは上場コインが1万5000トンで36と、取引所の数が1141で、時価総額376兆円ですね。いやー、ビットコインが押し上げてますね。ドミネーション 56% です。イーサリアムはあまり変わらないんですけども、このねビットコインのドミネーション今後もどんどん上がっていくのかなと。要するにアルトコインはともかくビットコインは単独でどんどん値を上げているっていう形ですよね。まあそもそもビットコイン以外のアルトコインっていうのはビットコイン対アルトコインっていう風に分類されるように、ビットコインはね完全に分散型が完成してるんですよ。で、イーサリアム以下、テザー、それからこれバイナンスコインもそうですしね、ソラナもそうですけども、やっぱりね管理運営している主体があるんですよね。まあそこが作ってるかどうか分かりませんけども、価格やトラブル対処にかなり大きな力を持ってるかなって考えると、完全なる中央集権であるのはビットコインだけっていうふうに見ることもできるんですよね。まあ要するにビットコインは規制のしようがないんですよ。他の暗号通貨は規制ができちゃったりするんですよね。今のところ派手にはしていませんけども、はい、じゃあ個別コインは今回はいいですかね。はい、じゃあ概要は以上です。お疲れ様です。